岩本駅は群馬県沼田市岩本町にある東日本旅客鉄道上越線の駅である。駅名標旧駅舎短式ホーム2面2線を有する地上駅。かつては駅舎の西側に接する形で短式ホーム1面1線、その西側に島式ホーム1面2線があり、合わせて2面3線を持つ構造であったが、島式ホームの駅舎側の線路が撤去されて、 現在の構造となった。駅舎に近いホームに、上野方面、遠いホームに、長岡方面の列車が発着している。互いのホームは、古戦橋で連絡している。なおホームはかさ上げされておらず、電車とホームの間の段差が大きくなる。かつては、四季島駅、八木原駅、群馬総社駅とよく似た古い木造の駅舎があったが、2012年に、現在の駅舎に建て替えられた。 旧駅舎は1982年、クリコセシルチョコレートの CM に使われたことがある。水上駅管理の無人駅。簡易水下改札機が駅舎内に設置されている。2019年7月に簡易自動券売機が乗車駅証明書発行機に交換され、当駅での乗車券購入が不可能となった。海抜はおよそ291メートル。群馬県統計年館によると、一日の 平均乗車人員は以下の通りである。岩本発電所岩本駅ホーム越しに望む。駅前を国道17号が走っている。国道に並行してトンネ川が南北に流れている。ありがとうございます。